日本近畿地方京都府京都市右京区、水尾中心部の四つ角にある集落表、佐賀水尾は京都府京都市右京区の地名。ゆずの里や、清和天皇陵などで知られている。綺麗な水が湧くところという意味がある。古くは、水の音もぞすとも書き、水の音、美の音とも呼ばれたが、集落の位置が、 清滝の川尻に当たることから水尾という表記になった。京都市の元学区では水尾全域にあたる。京都市右京区の北西部にあり、信仰の対象として有名なあたご山の南麓にある。北東側にはあたご山、西側には牛松山などがあり、四方向を山に囲まれる山間境愛の集落である。北側は 右京区佐賀越畑、佐賀式三ヶ原、西側と南側は亀岡市保津町と接している。あたご山西六を源流とする水尾川が集落西側の谷を流れており、水尾川は京都府道50号京都日吉三山線に沿って南進した後に JR 山陰本線保津京駅付近で保津川に合流する。 駆動50号沿いの標高は257メートルであり、集落の北端と南端で約100メートルの標高差がある。平安時代初期に編纂された、俗日本記には、宝棄3年12月行行山城国水湯、岡や、延暦4年9月行行水湯岡有料などとあり、公認天皇や官務天皇が水を訪れていた、ことが伺い茂る。奈良時代には、 山城国葛ズの軍に属したが、平安時代には一時丹波国総伝軍に属し、やがて山城国に服したという。平安時代中期に成立した、うつほ物語には、源の仲良が、水尾山に陰遁したことが記されており、東の痩せ大原と並ぶ、西の出家、陰遁の地として知られていた。清和天皇、水尾三両、平安時代前期、 文徳天皇の第四巫子であり九歳で即位した。聖和天皇は、水尾の地をこよなく愛し、水尾帝とも呼ばれた。聖和天皇は二十七歳で、陽勢天皇に上位した後、三十歳の時に、仏道修行のために、近畿各地を回り、その最後に、水尾の山寺に入った。聖和天皇は、水尾の地を終焉の地と考え、十一歳の時に、 落頭の円楽寺で亡くなった。遺骨は遺症によって、水尾の水尾山寺に葬られ、聖和天皇、水尾三陵は、集落から水尾川を渡って対岸にある、聖和山の中原に設けられている。聖和天皇を祭神とする聖和天皇者は、水尾の氏神であり、境内には、拙者として四諸神社が祀られている。両者の創始年代は不明。 王衛27年に、落東の縁覚寺が消失すると、水尾山寺が縁覚寺の名を継承し、水尾の縁覚寺は遠方7年の大火で消失したが、約100年後の安永5年に再建された。周辺には、敷火が繁茂していたことから、水尾村と北側の原村を合わせて、敷見ヶ原と呼ばれた。原村は、右京区の一部となった1931年以後は、 町明に、四鬼がヶ原が用いられている。1582年、明智光秀は、本能寺の変の6日前に、亀岡の亀山城から水尾を訪れ、あたご山のあたご権限に参拝してから京に向かった。明暦4年頃の村は上町、下町、西町、辻町の4町に分かれていて、村高は95国であり、村高は、宝永年間に百十国に改められた。 近世には、丹波国と山城国を結ぶ道が二つしかなく、老いの坂峠越えと水尾越えの二社択一を迫られた。このため水尾は繁栄し、人口が千人に近い時代もあったとされるが、遠方7年と天保6年に大化があり、遠方の大化では85個中82個が、天保の大化では20個が消失した。佐賀市によれば明暦四年の個数は十七。 明和2年は72、天保6年は55であり、京都府知事によれば、明治10年代の個数は49だった。あた山3は、登録が、水尾村漁、再録が上佐賀村漁であり、清滝からの登山道が、表山道、水尾屋敷見ヶ原からの登山道が、裏山道である。表山道と、 ウラサンドが合流する八合目は、水尾別れと呼ばれ、水尾別れのすぐ上には水尾女が、参拝者に敷火を売る花売り場があった。江戸時代の産物には、ビワ、ユズ、松茸、砥石イシなどがあり、明治時代には、ビワ、ユズなどを京阪に出荷した。1889年に、町村制が施行されると、水尾村などが村が合併して、佐賀村となり、 それぞれの旧村名が大あざなとなった。1900年には京都鉄道が亀岡盆地を通って京都とその辺をつなぎ、その経路から大きく外れた水尾はさびれていった。佐賀村は1903年に下佐賀村を合併し、1923年に調整を施行して佐賀町となった。1931年に京都市右京区の一部となり、 大技だった、旧六村は186の町に分割され、住所表記は、京都市右京区、佐賀水尾となった。1936年には、水尾の玄関口となる、山陰本線保津京駅が開業した。出店、平凡社、角川日本地名大辞典編纂委員会、国勢調査2010年の国勢調査によれば、水尾には27世帯56人が暮らしている。 20歳以下人口は0人、65歳以上、人口は28人で、高齢者人口割合が50%の限界集落である。2010年に世帯数や人口数が激減しているが、これは高齢化や過疎化の進行に加えて、水尾にあった特別養護老人ホームが2010年に北隣の敷火原に移転したためでもある。佐賀水尾アタ 佐賀水尾岩の谷、佐賀水尾大岩、佐賀水尾大葉様、佐賀水尾岡の久保町、佐賀水尾奥、佐賀水尾中尾、佐賀水尾北外地町、佐賀水尾北の谷、佐賀水尾しめ星、佐賀水尾家新名、佐賀水尾下、深谷、佐賀水尾新名、佐賀水尾清和、佐賀水尾滝野屋、佐賀水尾竹の尻町、佐賀水尾中頃、佐賀水尾バトノス。 佐賀水尾あずま、佐賀水尾平尾、佐賀水尾深谷、佐賀水尾松尾街地、佐賀水尾群の脇町、佐賀水尾向き、佐賀水尾武蔵島町、佐賀水尾ゆり。水尾には26の町名が存在するが、2013年時点で居住者がいるのは、宮野脇町、武蔵島町、丘の保町、竹の尻町、北外市町の5町のみである。 柚子の果実古くから水尾には梅、ゆず、柿、琵琶、ザクロ、山椒、南天、松茸などの樹木が繁茂し、特に梅と柚子は水尾を象徴する果樹である。水尾は、柚子栽培発祥の地とも言われ、14世紀初頭に、在位した花園天皇が、水尾の地に柚子を植えたとされている。江戸時代にはすでに産地として知られていたが、昭和40年代には改めて、 ゆずの里として知られるようになった。水尾産のゆずは高級食材として定着しているが、高齢化や過疎化などで生産者が不足し、近年は出荷量が減少している。水尾のゆずは、未生の木から収穫され、温暖な地域で栽培されたゆずよりも香りが強いと、される。4月頃に、白色の花が咲き、陶器に収穫したゆずの実は、ゆず茶、菓子、 ゆず味噌など様々な加工食品の材料に使用されている。水尾には陶器にゆず風呂と鶏鍋を楽しめる料理屋が9軒あり、ゆず風呂には10月中旬から4月頃まで入浴可能である。なお、ゆず風呂の起源は聖武天皇が当時に行ったこととされており、水尾にゆかりのある聖和天皇もゆず風呂を好んだとされている。 休校中の水尾小学校1872年、上佐賀村、天竜寺村、水尾村、原村、小柴竹村の5村が連合し、天竜寺、旧、招き経営院に上佐賀校を設置し、やがて佐賀小学校となった。水尾と小柴竹には佐賀小学校の文校が作られ、水尾の文校は1876年に独立して、水尾尋常小学校となった。 1886年には小学校令が改正されて佐賀神城小学校の分校となり、1890年には村制が施行されて水尾村立水尾神城小学校と改称した。1930年には高等課が設置され、1931年には水尾が京都市右京区に編入されて京都市立水尾神城小学校と改称された。 1941年には京都市立水尾国民学校と改称され、1947年には京都市立水尾小学校と改称された。1953年には校舎が消失したが、1954年には鉄筋2階建ての新校舎が完成し、1961年には防火水槽を兼ねたプールが完成した。 1976年には創立100周年を迎えたが、児童数の減少によって2002年に休校となった。2001年度の児童数は2名だった。水尾小学校が休校となるまで、水尾小学校の卒業生は、腰畑にある東院中学校に通った。2010年時点で、水尾の20歳以下人口は、ゼロである。鉄道の最寄り駅は、 飛境駅として知られる JR 山陰本線、保津京駅である。保津京駅は、桂川の渓流保津京のそばにあり、駅付近に、人家はない。保津京駅から4キロメートル離れた、水尾まで徒歩約1時間。保津京駅と水尾の間では、水尾自治会が独自にバスを運行している。1日後往復運行されているが、木曜、祝祭日、盆。 年末年始は運休となる。運賃を支払えば住民でなくとも利用可能。白ナンバーの自家用バスを使用する。1966年にバス事業の認可を得ない状態で運賃を徴収するバスとして運行を開始し、2003年3月に当時の道路運送法80条に基づき国土交通省の正式な認可を受け80条バスとなっている。 駅から水尾までは、京都府道50号京都日吉宮山線が通じており、京都府道50号をそのまま進むと、東院地区に至る。東院地区からは、京阪京都交通バスが、山陰本線八木駅までのバスを運行しているが、水尾と東院地区の間に、公共交通機関は通じていない。水尾三寮山道が、 水尾集落を起点とし水尾別れを経由して、あたご神社、あたご山まで続いている。1、2万5センチ形図、京都西北部国土地理院による。本来は神事に用いるのが、榊、仏事に用いるのが敷日である。ありがとうございます。